少し話せないかな。大丈夫。みんなが一斉に動き始めたから、私もさっき避難してきたの。さすがはじめ、よく。ねえ。私が告白した時のこと、覚えてる？本当？すごいって、どっちに？今なら言えそう。私が話そうとしてること、きっともう予想はついてるよね。こんな人気のないところで、さすがに思わせぶりすぎるし。うん。それじゃあ、聞いてもらおうかな。はじめも言ってたけど、私たち、もう何年もずっと一緒にいるでしょ？もちろん、その時間もすごく楽しかったけど、でも、そんな何年分の思い出を合わせても足りないくらい。はじめに告白してからの時間は、毎日が充実してた。ううん。こちらこそ素敵な時間をありがとう。だけどそれ、半分は甘えだったんだ。うん。だって私は、幼馴染だから。もし、はじめが私を選んでくれなかったとしても、その時は、ただの幼馴染って関係。だから、みんなと違って、もし、この初恋が実らなかったとしても、今まで通り、はじめとの関係は続いてく。そしたらどこかで、私にも、またチャンスが来るかも、なんて。そんなの、やっぱりずるいよね。私だけ、そんな逃げ道残しといて。なのに、はじめへの気持ちは本気だなんて。みんなにも、はじめに対しても、失礼だったと思う。うん。だからはじめが、私をちゃんと異性として見てくれてるんだって分かった時は、すごく安心したし、嬉しかった。こんな私でも、はじめの特別になれるんだって、自信が持てたから。だから、こうして話すのも、でもね、
私はこの時間を、ただの思い出にはしたくないの。だって私は、はじめとの思い出が欲しかったわけじゃない。はじめに振り向いて欲しかった。私だけを見て欲しかったから。だからね、もう逃げないって決めたから、はじめをここに呼んだの。みんな本気なのに、私だけ逃げてたんじゃ、絶対勝て、はぁ、幼馴染としてのはじめを嫌いになったわけじゃな、さよなら、だね。二宮はじめさん、大好きです。幼馴染でなく、一人の男性として。私は、あなたが大好きです。なので、私とお付き合い、してもらえませんか？はい。はじめ？どうしたの？嫌なわけない。はい。迷惑だった？